シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。今日からはモンストニュースまとめていくってやつで、さあ今回のモンストニュースもめちゃくちゃ盛りだくさんで興奮が止まらねえんだけど、やっとマスターオーブの詳細が分かったぜ。なんかいつもの雰囲気と違って突然金色の枠でバーンって出てきたから、何のこと言ってるか分からなかったけど、あれマスターオーブなんだな。で、超究極も追加、さらに近畿もわけわからんリニューアル、人気投票ガチャも結果発表、執念の衰えまだ止まってね。というわけでモンストニュース確認していこうじゃねえか。行くぜ。さあおしゃれこんな感じ、盛りだくさんよ、見ていこうじゃねえか。国内4600万人突破記念キャンペーン開催と、ショコ2倍嬉しい、ノマクエ2倍嬉しい、ワクワクも2倍嬉しい、オッケー。そんじゃあ次、国内4600、また言うんかい。これログインしたらいっぱいもらえるらしいよ。ビスケットも選べるべる、嬉しい。これはいいじゃねえか、絶対ログインしようぜ。さあ次、10月30日はモンストの日、今季1万嬉しいけど、今季節約しすぎてめちゃくちゃ余ってる。紋章もなるべく使わないようにしてるから、まあ、ステッキも嬉しいし、オーブ5個、いろんな使用用途がある、嬉しい。さあ OK、 交換しておこうぜ。さあ次、モンストの日にラック控えにエンマのボイスセットが登場と、これも忘れずにしとこうぜ。今持ってないからといって交換しないんじゃなくて、いつか手に入るかもしれないから交換しとこうぜ。さあ次、ゲリラの日の10月24日の開催についても、簡単に言うと4つのグループになり8回降臨になったから、まあ、俺以前動画出してるからよかったらそっちも見てくれよな。超究極新加工トン、モンストでは加工トンらしい、降臨するぜ。めちゃくちゃ楽しみ、確認していこうじゃねえか。イベントクエストに新加工トンが登場と、でいつも通りのこの降臨の仕方と、でしっかり究極の方クリアして超究極に挑もうぜ。うわー難しいんだろうな、これも新芝がもうモンストのクエストの中でも頂点に行くぐらい、頂点ぐらいのもうクオリティの高さ、文句のつけどころがね、あのクエストがあったこれだから、もうめちゃくちゃ期待してるぜ。さあ次は、近畿の奥がリニューアル、追加じゃないパスのみのよくわからんリニューアル、公式サイトの記事の更新が遅いから何かあるかと思ったら、このパスのみのリニューアルと、まあいい機能だから、まあそれを確認していくぜ。めちゃくちゃ簡単に今から説明していくぜ。さあまずはじめ1番目で、これ今までパスしたクエストの報酬はもらえなかったんだけども、やり直すことによって報酬がもらえるぜ、めちゃくちゃ嬉しい。さあ次で、今までパスしたところのエクストラステージは出なかったんだけど、今回から出るようにセスナーゲットできるぜ。さあ次、これちょっとややこしくて次からは1から4回だけしか制覇したことない人もパスできると、でもその人でも前回に制覇していた場合は1の5回になるからと、まあいう感じになったぜ。まあやりやすくはなったよな。さあこれで以上というわけ。 OK、 さあ次行くぜ。さあマスターオーブの詳細来たぜ。オーブ最大200個ゲットのチャンス、このパワー、たまたま完了、めちゃくちゃ嬉しい。しかもお前すごく雰囲気変わったな。どうやらレベルアップすることによってもらえる数が変わってくるというわけなのよ、確認していこうじゃねえか。まあ、こんな感じでマスターオーブをレベルアップさせることで獲得できるオーブ数が増加、最大レベル10、オーブ最大200個ゲットで、1回受け取ってしまうともうこれ以上レベルアップをさせることはできないと、まあ、早く受け取って、まあ、引くか貯めていっぱいもらうかというわけよ。さらに確認していくと、1回ログインすると100ポイントで、クエストをやると消費スタミナに応じてまたポイントが手に入るけども、1日最大200ポイントで、レベルアップ可能期間は10月23日金曜日4時から11月11日水曜日3時59分まで。まあ考えてみると3、4日ぐらいはミスっても大丈夫そうで、レベルアップに必要なポイントともらえる数というのが、まあ、表になるから、これを見ておこうぜ。3000ポイントレベル10でかける200、めちゃくちゃ楽しみ、これはすごいぜ。 OK、 さあ次、お一人様1回限りファンダマで引ける選抜7周年人気投票ガチャ、やっと人気投票ガチャの結果発表があったぜ。投票ありがとうございました。ガチャ開催日時10月24日土曜日、10月24日土曜日ギリラの日12時で、12月1日火曜日の11時59分というふうになってるぜ。まあ、引ける期間は長いけど、初日がゲリラの日、めちゃくちゃ大変そう。で、ファンダマの配布は10月24日4時で、11月24日3時59分になってるぜ。まあ、初日の朝4時に獲得できるというわけよ。で、こんな感じ。
エクスカリバーやっぱり1位、トゥーボールとか、まあ、若干の変化はあったのか、前回ちょっと詳しく覚えてないけども、やっぱルシファーとアーサーはちゃんといると。で、この上の1位、2位、3、4、5位の、まあ、メンバーが、それぞれの、グループのリーダーを務めるというわけね。これ詳しい動画は次出すから、よかったら見てくれよな。さあ、次。これがさっき言ったやつね、これ。グループは6つと、それぞれがリーダーを務めていくというわけね。グループ分けはこちらとあるけども。そして、ハロウィン仕様の期間限定イベントが登場と。で、これからわかることは、今回は、ハロウィンアルファなしで、なんかやりました感出すハロウィンイベントということが分かった。ということは、ちょっと11月初めコラボとか結構怪しい、これ。どうなんだろうな、これ。で、ウルミーラとバレラが出てくると。で、こんな感じ。ウルミーラ、これ。そして、バレラ。めちゃくちゃいいじゃねえか。で、期間限定クエスト降臨日時はこんな感じになっているぜ。期間限定キャラクター再登場とガチャが、これ、まあ、日にちは違うんだけども、アルファシリーズが復刻するぜ。まあ、でもよ、このアルファの人たちって、意外と活躍してない感があるから、このガチャの優先頻度は結構低いかな。それは個人的感想だぜ。そして、期間限定キャラクターも再登場、嬉しい。こっちも。で、モンタマリドラで引っかえられる限定キャラクターが追加、ヘスティア。イラスト可愛いじゃねえか。で、性能は、こんな感じ、進化が、これ。さあ、こんな感じ、砲撃型、友情コンボクリティカルのウォールスルーバレット楽しみ。で、SS が、先見玉のプシュンで飛ばす遅延の、遅延がなくてメテオバージョンらしいぜ。オッケー。さあ、次。で、サルトビサスケ、重心化。まあ、これはまあ、今まで確認したから、全然オッケーね。で、岩通し重心化おめでとう。重心化予想全くやってなかった。で、これなかなか強そう。うん、いい感じの重心化。まあ、確認してっけど、これこんな感じ。反射&ゲージバランス型、ガイド、アビリティがアンチダメージウォール、超アンチワープ、レーザーストップ、9の角で規制、アレサ9、ゲージで底力、なかなか上、長えな、おい。で、ストライクショットが20プラス4で壁ドン。で、友情コンボがニューのこの超強中距離拡散弾9で超絶爆発、なかなかいいんじゃないか。これも楽しみすぎる。相当威力出るぜ。で、呼吸トスいけるのもなかなかポイント高いぜ。オッケー。さあ、次。ちなみにこれ弁慶とポーズが逆みたいな感じ。そしてこっからもすごいぜ。劇場版モンストルシファー絶望の夜明け。で、ガチャの復刻の情報なかったんだけど、次回あったりすんのかな。公開まで2週間だから、まだまだ全然チャンスあるよ。で、なんか復刻がありそうな感じなのよ、今回のこの特典が。見ていこうぜ。これ見ると、トレ玉1個をプレゼント。レベルの書レベルの書出たら泣くな、これは。で、まあ、これもらえるというわけで、トレ玉の使用期間は2021年3月31日、水曜日23時59分まで。そして、オラネもらえる。オラネ、クルパー。これ残しておきたくないか。これめちゃくちゃイラスト綺麗じゃない。で、このオラネを使うことによって、MV できる。めちゃくちゃイラストがいい。この色合いもあってか、すごく可愛く見える。まあ、もともとも可愛いんだけど、すごいな、これ。これ、ボール絵も気になるわ。いやー、これはいいな、本当に。イラストクオリティ高すぎじゃね。そして、ノアも MV。え、ノアも MV が出てくんの？おいおいおい。半端ねえな、これ。やばいぞ。え、なんなのと、これだけじゃねえよ。これだけじゃなくて、このファンタスティックオラゴン、何これ、何これ、このオラゴンを使用することによって、もうさらによ。ルシュラ&カイザル MV、これイラストすごい。なんかモンストを象徴するイラストで、モンスターの絵に見えないけど、これボール絵どうなんのこれ。どう表現すんのみんな。なんかオラゴンの下にいるし、このルシュラめちゃくちゃ好きだわ。え、これすごいな、ほんとに。ボール絵気になるわ。ということは映画2回は最低見なきゃいけないのかな、これ。さっきのオラネを2体欲しいから。まあ、そんな感じになってる。クオリティ高え、マジで。普段のボール絵もこんだけ、普段のイラストもこんなにしてくれたらいいのにな。アッキーモンスター確認していこうじゃねえか。ザ・ハトルテ作った、リリス作ってね、セイレン作ってない、ナーが作ってない。
コンマ作ってない、いや、ま、じゃ、わからん。セイレンドなんか作ったかもしれない。リリリス&挑戦作った。はい、なんか今回見ようわからん感じ。ラッキーモン、ありがとう、サンキュー。はい、お前らの意見待ってるぜ。そんな違いください。あ、バイ。いいからそこに並べ。俺が焼きをしてやるからよ。焼き印がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の宴会で待ってるぜ。焼きって仕方ねえ。